She's my girlfriend! って言ったらお父さんにノンノンで。ほんと？そう、しっかりしっかり。そういうのあるんだ。そう、あるある。浮気をバレた時に、よく人が使う言葉。あ、そうなの？ He's just a friend! She's just a friend! ただの友達だよ。スピーキングなら英会話するアイテムのゆうたと、たらです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい。男友達、女友達って何て呼べばいいのっていうのを教えてください。はい、OK、Time is money、もうやっていこう。いやっていうのも、ボーイフレンドとガールフレンドって言っちゃいたくなるんだよ、男友達。はいはいはい、だって男友達、ボーイフレンド。そう、うん、けどさ、なんか彼女、彼氏みたいになっちゃうじゃん。うん、そう、ね、なんて呼べばいいんですかっていうのを教えてほしい。これね、俺も過去ありました。アメリカ住んでた時に。あったの？ She's my girlfriend! って言ったらお父さんにノンノンで。ほんと？しっかりしっかり。そういうのあるんだ。そう、あるある。そう、ネイティブのね、ちっちゃい子供だったらこれよくある、ことで。そうなんだ。結構ね、世界共通の問題視されてる、ややこしい英語の。あ、じゃあ日本だけじゃないんだ、これ。日本だけじゃない。あ、じゃあもう、ネイティブ間違えるんだもんね。そう、お前言うて5歳だぜ。4、5歳だよ。まあ。まあでも、うん、ざっくり言えば、うん、girlfriend boyfriend は確かに彼氏彼女、うん、これは間違いない、うん、その他のニュアンスで使おうとしたとしても、うん、必ず彼氏彼女っていう風に受けられる、うん、相手側からしたら。ああ、なるほどね。じゃあ代わりにどういう言葉を言えばいいかってなってくると思うんだけど、一、うんうん、つ目は friend who is a guy or friend who is a girl。 長いね。長いんだよな。そう、長っ。だからまあぶっちゃけこの時にもうその友達っていう風に言っても大丈夫。例えば、うん、フレンドとか、うん、俺がよく使うのはバディ。はい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 。バディ。ギターを弾いてる友達がいるんだけど、うん、I call him my guitar buddy。へへへ。そう。Yeah, so you can say buddy, friend。まあその他にもね、その pal とかもなんかいろんな変な呼び方があるけど、うん、まあ buddy と friend を使えば大丈夫。まあイギリスだと mate とか使う。mate、 yes、 yes、うん、友達でいる俺のこと mate って言ってくるやつ。あ、そうなんだ。そう、 LINE とかでさ、うん、Hey mate, what are you doing today? いや、全然いる。だからそれでも大丈夫。 Like, I was out with my mate。 なるほど、ね、全然問題ない。え、あのさ、たまに Hey, my boy とかって言われるとき、うん、あれどういうこと？ My boy とか My guy, my girl、うん、これもね、まあ、日本で言うさ、よくあるじゃん。兄貴、あ、兄貴、はい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 。それに当たるっちゃ当たるけど、それの友達バージョンなんだよな。あー、ういっすーみたいな感じ。そう、うい、お前さんみたいな。なるほどね。お前さんに当たるのが、うん、my guy, my girl, my boy, my bro、まあ、その辺もろもろの、あの単語になってくる。なるほど。いや、ありがとうございます。うん、え、他にもさ、うん、なんか友達、ジャスタフレンドって言われたって聞いたことあるんだけど、あー、これはどういうこと？もうただ友達ですってこと？これはね、よくない。あ、ダメだ。よくない。なんで？なんでかっていうと、うん、これは浮気をバレた時によく人が使う言葉。あ、そうなの？ He's just a friend! She's just a friend! ただの友達だよ。ただの友達だよ。あ、じゃあ、あんま日常会話では使わないんだ。使わない方がいい。まあ、でも使える場面は一つだけあって浮気のところですね。以外もちろん浮気がもうメインだけど、例えば I'm gonna go eat lunch with Justin みたいな感じで聞かれたりするじゃん、うん、そしたら、The man isn't getting not No, 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 he's just a friend。 あー、いや、もう友達だよ、ただの。あー、なるほどね。だからもうその あ、he's just a friend と He's just a friend がまあ、そのあれだね。全然違うメッセージを送っちゃってるね。なるほどね、うん。あ、そっか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 。でも逆に言うと、じゃあもうちょっと、じゃあ恋を寄せてる人がいたとして、うん、でなんか Oh, he's just a friend って言われたら振られたに等しいってこと。 Yes、 逆に。そう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 。まあそう、ずっとそれもまた別だって、 He's just a friend みたいな言われてた。ああ、そうそう、確かに。そう、 あるんだ海外では。そのいや、ダメなの、友達だよみたいな。 あるんだ。声のトーンがそのね、はいはい、声のトーンが全てだからね。なるほどね。ってことはやっぱりこう言葉だけじゃないんだね。うん。のこの顔の表情とか。大事じゃね。そう。この顔。うん、してるから。ちょっとあの、話ずれていってるから。そうね、そうね、申し訳ない。じゃあちょっとまとめようか。まとめると、ボーイフレンドとガールフレンドっていう使い方は使わないと。うん。まあ友達なんだね。友達だったら。うん、本当に友達だったらね。で、これの正式な言い方は、うん、friend who is a guy, friend who is a girl,、うん、まあ、friend who is a boy, friend who is a girl。ちなみにこうやっていつ使うの？あー。いつだろう。あんま使わないんだ。あんま使わないか。あんま使わない。あんま使わない。
I'm gonna go out with my friend who's a guy. 逆にさ、怪しいね。怪しいよね。なんか俺、男友達とか入ってくるって言ったら、多分男の友達とか入ってくるみたいな感じになっちゃうんだよね。さ、怪しいな。捨てていいと思う。So, I'm gonna hang out with a friend of mine とかでいい。Friend of mine とか、buddy。そうだね。で大丈夫。Buddy、friend、mate。そうだね。Yeah.まあ何か怪しいことがある人は Just a friend とかそう Who's a guy とかそう、その Just a friend が飛んできたら頭の中で何かスイッチをあれした方がいいと思う。そうだね、そうだね、そうだね。これ前ちょっと怪しい人が使う言葉ってのあったんだよなっていう風に思えば大丈夫だと思う。そうだね。ごめんなさい、ちゃんとまとめます。ちゃんとまとめると、ガールフレンド、ボーイフレンドは普段は使わないと。その通り。使うとしたらもうちょっと怪しい場面ですよと。うん、普通にもフレンドとか、うん、a friend of mine とか、うん、buddy、うん、mate、うん、とかを使う、うん、っていう感じですかね。はい、yes. はい、男性女性はあえて言及はしない。最後に一つだけ、はい、マジで一つだけ、はい、このさグループあるじゃん、うん、これね、これもまた別の呼び方があって、うん、例えば you, me でその他の guys がいるとするじゃん、うん、I'm going out with the boys、oh, with the boys with the boys で女性版もあって I'm going out with the girls、うん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 、まあこれね、本当に定められたグループの話。ボーイとガールズがミックスされたと思う。The boys and girls。 いや、言わんて、言わんて、言わん、I'm going out with some friends で大丈夫。ああ、なるほどね。そう、はい、というわけで、あの今日の動画がいいと思っていただけたら、はい、高評価、おい、コメント、おい、チャンネル登録よろしくお願いします。おい、ではまた次の動画で。バイバイ。今日も動画を見てくれてありがとう。英会話スクールアイテムではいつでも無料ガイダンスを実施しております。下の概要欄のリンクから飛びますので、ぜひ飛んできてください。待ってるぞ。絶対だよ、飛んだよ。